スタートダッシュ前傾姿勢をマスターしていこう。どうもこんにちは、スプリントコーチの川瀬です。陸上競技のね、短距離走をやっている方ならですね、この前傾姿勢、もちろんね、聞いたことがあるかと思いますし、その練習などね、されているかなと思います。主にスタートダッシュにおいてですね、鋭く加速していくためにですね、前に倒れ込むような技術になってくるわけですよね。スタートからうまく前傾を作ろうと思ってもですね、皆さんの中にはこれがうまくできないとかですね、あと、長い時間前傾をキープしていられない。そうやって課題に感じることも多いんじゃないでしょうか。僕もですね、学生の頃などはですね、まだね、筋力のレベルも低くてですね、うまくこの前傾姿勢が取れずに加速に乗れない。そうやって課題に感じることもありました。そもそもこの前傾姿勢ってなぜ必要なのでしょうか。そして、どうやったらうまく前傾姿勢をね、取れていくのでしょうか。今回はこの前傾姿勢をテーマにですね、解説をしていきたいと思います。なので皆さんの中でですね、うまく倒れ込めずにですね、スタートが苦手とかですね、前傾すぐに起き上がってしまってですね、トップ選手のように鋭い加速ができてこない、そういった方はですね、動画最後までご覧いただいて、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルでは陸上競技の短距離走を中心に速く走るための練習の方法をね、配信しておりますので、チャンネル登録をお済みでない方は知っていただいてね、別の動画もぜひチェックをしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではまずですね、この前傾姿勢についてですね、少し詳しくね、触れていきたいと思います。前傾、まあその漢字の通りですね、前に傾くと書きますよね。何が傾くかというと、体全体がということになってきますよね。つまりこれなぜ必要かなというとですね、加速時、スピードがゼロの状態っていうのがですね、まあ陸上競技の短距離走のね、スタートになってくるわけなんですけども、この状態から鋭く加速をしていく、トップスピードに速く乗せていくにあたってですね、前に重心を崩していく必要がありますよね。で、そのためにしていくのがこの前傾姿勢ということになってきます。例えば皆さんその場でね、安定している状態ですね、前傾しずにですね、重心が安定している状態、これはもちろん進まないので、前に倒れ込むことによって自然に足が出てくると。まあ、その場でね、やっていただいてもね、ここは明確かなとね、思うんですけども、スタートダッシュというのはですね、今お話ししたように、前に倒れ込む力、これは自分の重心がですね、倒れ込んで自然に足が出てくると。この力をまず利用していくということ。そして、あとは曲がった関節が素早くビヨンと伸びると。このパワーもですね、うまく利用していく。この二つの力のバランスをうまく組み合わせていく、スキルを組み合わせていくことがですね、まあ、スタートダッシュのスキルアップにつながってくるわけですね。で、やはりね、日本のトップ選手、今、スタートが速い選手ね、非常に多いですよね。まあ、多田修平選手もそうですし、坂井隆一郎選手などもそうですけども、世界にね、通用するスタートダッシュを持っている選手多いですよね。こういった選手に共通するものとしては、深い前傾姿勢が挙げられるかなと思います。つまり、自分の重心を前に思いっきり倒れ込ませて、素早く足をね、回転させていくことによってですね、まあ、スタートダッシュでですね、世界に引けを取らないような加速力を見せることができるわけですね。では、この理想的なですね、前傾姿勢とはどういうものなのでしょうか。まあ、今年ね、パリのオリンピックもありまして、まあ、世界のね、トップ選手の動きをね、見る機会も多かったかなと思うんですけども、およそですね、角度としては、斜め45度ぐらいの姿勢。これがですね、非常に有効的かなと思います。つまり深すぎてもいけないし、逆に浅すぎてもうまくですね、この重心の崩れがね、決まってこない、加速力にね、生きてこないということでですね、まあおよそ世界のトップ選手見てみると、まあ45度ぐらいの角度で飛び出しているかなというのがオーソドックスな形かなと思います。あとはできればですね、頭からこの腰のあたりまでね、この背中の軸をまっすぐ作っていくということですね。後ほどダメな前傾姿勢の例についてもね、お話をしていきますけども、この軸をね、崩してしまうとですね、うまく地面にね、力が伝わりにくいね、原因の一つになってくるかなと思いますので、中間疾走で直立のね、軸を作ると同様ですね、斜めの軸を作っていくというのが非常にね、重要になってくるわけですね。それから、この前傾の区間になってくるわけなんですけども、これはですね、正直、選手個々のレベルによってですね、この区間変えていく必要があるかなと思います。もちろんトップ選手であればですね、出せる最高速、トップスピード大全ということで先日ね、配信させていただきましたけども、トップスピード乗るまでに時間がかかる。つまり前傾姿勢を長く取ることができるということですね。ただし、まだそこまでね、レベルに達していないような学生のね、スプリンターであればですね、前傾が長くなければいいというわけではなくてですね、各選手に適した前傾の区間、前傾の歩数というものがあります。なので、1次加速でスタートから飛び出してですね、スピードを乗せていく。そして2次加速でトップスピードに向かって、さらに乗せていくということですね。この区間の間に、この前傾姿勢というのは、斜め45度の姿勢からだんだんと起き上がってですね、中間姿勢につなげていく必要があるというわけですね。なので、角度のところ、それから軸のところ、そしてその区間、このあたりはですね、ぜひね、理にかなった前傾姿勢をね、獲得していくことがね、求められてくるかなと思います。それではここからですね、皆さんの中にもですね、やはり前傾姿勢がうまく作れないとかですね、すぐ前傾が終わっちゃうとかですね、そういった走りの課題を感じている方もね、いらっしゃるかなと思いますので、この前傾に関するエラーのパターンですね、走りのエラーについてお話をしていきたいと思います。
パターンとしてはですね、4つ考えてみましたので、で、後ほどですね、この前傾をうまくね、マスターしていく方法についてね、解説をしていきますので、合わせてね、ご覧いただくと理解が深まってくるかなと思います。まず、前傾姿勢、エラーのパターン1つ目としてはですね、前傾ではなくて前屈になってしまっているというパターンになってきますね。前傾、先ほどお話しした通り、斜めのですね、こういう軸が作れていればいいんですけども、例えば首だけ曲がっちゃっているとかですね、この背骨が曲がっているとかですね、これではですね、うまく地面に対して、まあ力を加えられない、力をもらえないという形になってくるかなと思いますので、特にですね、前傾を取りたいがあまりにですね、首だけ曲がってしまっているとか、目線だけ下向いているようなスプリンターはよく見かけます。なので、前に倒れ込んでいるように見えて、首とかですね、背骨が曲がっているだけになってきますので、うまく重心は崩せていない。だけど軸が崩れている関係でうまく反発がもらえずに加速力も上がってこないということでですね、これは前屈という意識をですね、体で表現していないことが原因になってくるかなと思いますので、改善していきたいね、動きの一つになってくるわけですね。あとそもそもですね、やはりこの斜めの前傾を取っていくのにあたってはですね、基礎体力、特にですね、筋力の部分ってとっても重要になってきますよね。その場で軽くね、前に倒れ込むだけでも、背中のあたりとかですね、この辺り張ってくるのがわかるかなと思います。それがより高速になってくる形でですね、前に倒れ込んでいく。そして、スターティングブロックを蹴っていく。地面を押して加速していくということにあたりですね、股関節周辺、それから体幹部分、このあたりの強靭な肉体というのはね、やはり重要になってくるわけですね。なので皆さんがまだ例えば200メートルね、12秒かかるとか13秒かかるようなスプリンターであれば、トップ選手のような前傾姿勢を真似してしまってはですね、まあそもそも基礎体力の時点でかなり差があるわけなので、うまいことですね、加速に結びつかない可能性もあるわけですね。それから前傾姿勢エラーパターン2つ目としては、すぐにポンと起き上がってしまうということですね。これも皆さんよくあるかなと思います。深い前傾姿勢ですね、例えば坂井選手のようにですね、鋭くスタートしてって徐々にね、スピードに乗るともに起き上がってきたいんだけども、まあ自分の場合ですね、スターティングブロッククリアしたらですね、すぐにポンと顔が起きてしまうというパターンですね。まあこれはブロックをですね、しっかりと押せていない可能性があるかなと思います。特にね、前足のブロックでですね、股関節優位に体をね、進められないとですね、体がね、ポンとね、一歩目で起き上がってしまう可能性があるわけですね。それから、ブロックを押した後にですね、膝がですね、ポンと返ってしまうとですね、これ、体のね、力が向かう方向が上に行くね、一つの原因になってくるかなと思いますので、前足のブロックがしっかりと押せていないか、それから膝で切り上げの動作が起きてしまってですね、力の方向が上に向かっていないかというところですね。このあたりも後ほどね、紹介していくトレーニングで直していきましょう。それから前傾姿勢、エラーパターン3つ目としてはですね、まあ2つ目に似ているんですけども、すぐに起き上がる。これが、例えばね、2、3歩で起きちゃうとかですね、4歩ぐらいで起きちゃうとかですね、トップ選手のように10歩とか20歩とか前傾姿勢がキープできないというパターンですね。まあこれは先ほどお話しした通り、選手個々のね、レベルによってこの前傾姿勢の区間、僕は歩数でよく数えたりしますけども、その歩数というのは変更させていく必要があるかなと思います。なのでまず、皆さんの身の丈に合った前傾姿勢の区間とかですね、歩数などをですね、決めていく必要があるかなと思います。例えば僕であればですね、100メートル今年10秒7とかですね、追い風参考で10秒5ぐらいになってくるわけなんですけども、まあ、前傾姿勢の歩数っていうのは意識してですね、まあ、12歩からまあ風向きによって15歩ぐらいでコントロールをしていきます。なので皆さんもですね、トップ選手の前傾姿勢の区間のね、歩数などね、数えてみるとね、勉強になるかもしれませんね。で、この前傾姿勢の区間がですね、短くなってしまう。つまり、一時加速の区間がですね、まあ短くなってしまうということはですね、まあその先の二次加速、トップスピードの区間に向けてですね、まあトップスピードが来る位置が手前になってしまって、その後ね、スピードをキープする区間が非常に長くなってしまうと。なので100メートルトータルしてタイムが伸びてこない原因の一つになってくるかなと思いますので、適切な前傾姿勢の区間をうまく作ってあげるってことが求められるわけですね。それからエラー4つ目、考えられるものとしてはですね、先ほどお話しした通り、この前傾姿勢の角度がめちゃめちゃ深すぎる。それから起き上がりすぎる。なんで、角度が深すぎ、浅すぎ、どちらかのパターンということですね。まあ理想的にですね、地面に対して力を加えていく、そして前への重心の崩れをうまく利用していくためには、先ほどお話しした通りですね、45度ぐらいが理想かなと言われております。まあただしですね、例えば坂井選手とか多田選手とかですね、もう少し深く見えますよね。今、日本のね、主流のトップ選手で言うとですね、45度よりも深い角度でスタートしていく選手って非常に多いかなと思います。まあもちろんね、波外れたですね、まあ剣の強さとか筋力の強さね、このあたり求められるわけなんですけども、まあオリンピック見てもですね、おおよそこのスタートの前傾姿勢のですね、角度というのはですね、まあ9秒台からまあ10秒前半の選手がね、揃っているわけなんですけども、大まかには変わらない、一つのね、型にはめていくような形になってくるかなと思いますので、この前傾姿勢が深すぎず、浅すぎずというところを意識してやっていただくとね、いいかなと思います。
はい、それではですね、ここからはこの前傾姿勢を作っていく、それからキープしていく、維持していくですね、これの練習の方法について解説をしていきたいと思います。まあ、いくつかですね、スタートのドリルね、過去の動画で紹介しているんですけど、まあ、その中からですね、5つピックアップしていきたいと思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。まず1つ目の練習の方法としては、ウォールドリルですね。前に進みながらのね、ドリルってね、重心を移動させながらということで難易度が高くなってきますので、まずはね、壁に手を当てた状態ですね、姿勢を整えていく、角度を整えていく、足の動かし方を整えていくということでやっていただくといいかなと思います。斜め45度の姿勢で壁に手を当ててみたらですね、足を上げてみましょう。この時足で数字の7をね、作っていただくといいかなと思います。そして体の前で素早く足をね、入れ替えてですね、この数字の7をね、反対足で作ってあげるわけですね。例えばこの動きをですね、10回ぐらいやってもらったら、壁に向かって走ってみるとかですね、そしてその意識そのままにスタンディングスタート、もしくはクラウチングスタートからですね、出ていただくといいかなと思います。では練習方法2つ目としては、倒れ込みスタートですね。軸をね、まっすぐにした状態からですね、斜めに倒れてきてスタートにつなげていくという方法ですね。いきなりダッシュというのはやはり難しくなってきますので、まずはね、倒れ込みながらランニングしていく、ここからね、始めていただくといいかなと思います。頭から足先まで1本の軸をですね、そのままキープしたまま倒れ込んでくると。で、この倒れ込みね、自然にできてくるとね、足がね、ポンと出てくるのが分かってくるかなと思います。これをまずですね、ランニングから始めてもらって、慣れてきたら、一歩目でポンとね、しっかりと地面を押してですね、スタートにね、つなげていただくといいかなと思います。注意点としては、やはりこの倒れ込んでいる最中に、途中で前屈ですね、首とか背中がね、丸まってしまわないように、軸をキープしたまま倒れ込んでくるというのがポイントになってきます。なので、この倒れ込み動作をマスターするために、例えばね、二人組とか三人組とかですね、まっすぐの姿勢保ったままですね、まあ、友達支えてあげるとかですね、まあそういった練習ね、やってもらってから、この倒れ込みスタートね、やってもらうといいかなと思います。はい、それから練習方法三つ目としては、低重心ランジというものですね。ランジというのは、股関節を前後に開いた状態で重心を落とした姿勢になってきます。で、これをですね、この重心の高さを低いままですね、前にランジウォークしていただくという方法ですね。前に進んでいくためには、すねを前傾させる、前に倒します。そしてその状態から股関節を伸ばして重心を前に進めますということでですね、膝のね、無駄な伸展動作というのを抑えながらですね、ランジの姿勢でね、うまく進んでいただくといいかなと思います。これもですね、10歩ぐらいやってもらったら、そのままね、ダッシュしてもらうとかですね、うまく走りにね、つなげていただくと、すねが前傾する、そして上半身が前傾すると、このすねと上半身の前傾の角度というのはできるだけね、平行になるべきかなと思いますので、うまくね、前傾姿勢作れないという方は、このすねの角度をね、倒してみるっていうのもね、一つ感覚をつかむ方法としては有効かなと思います。それから4つ目の練習の方法としては、レジステッドソーですね。まあ、これはチューブなどを使って後ろからね、引っ張ってあげると、まあ、二人組でやるような練習の方法になっていきます。なので、後ろからですね、重心を引っ張られる抵抗があることで、この抵抗に抗うようにしてですね、前の人は力強く地面を押して進んでいく必要があるわけですね。つまり、この前傾姿勢をうまく作れない、設置のポイントがずれてしまうと、前に進むことがね、難しくなってくるかなと思いますので、こういったね、レジステッドソーを思いっきりですね、後ろの足を引っ張ってもらってですね、その抵抗を感じながらですね、10歩ぐらいやってもらったら外してもらってダッシュしてみるとかですね、まあ一人でやる場合は、まあ、スレッド、重りを引いてもらってもいいですし、壁にですね、チューブ固定した状態でやっていただくのもね、一つね、方法としてはいいかなと思います。はい、それから最後の方法になってきますけども、アップヒルですね。つまり、上り坂を走っていくという練習です。坂の練習皆さんね、よくやれるかなと思うんですけども、坂を走るということは、このね、前傾姿勢が自然に作れる、スタートダッシュの形を作ることができるということですね。なので、平坦なところでやれば、すねが倒れやすくなってくるわけですね。特に、坂の角度 10% 以上の急な傾斜をね、登っていくような場合ですね。もしね、お近くに芝生などでですね、いい坂がね、あればね、ぜひ使っていただきたいんですけども、まあ、非常に登りづらいと。なので、自然にですね、上半身、それからすねの角度が倒れてですね、前傾姿勢の感覚ね、獲得しやすいかなと思います。ただし、これはあくまで坂を登っているから発揮できた前傾姿勢の角度であってですね、平らなところでね、同じようにアウトプットできないと難しくなってきますので、必ず急な坂を走った、そのまま平らなソロをね、走ってもらうとかですね、ここをね、ミックスさせてうまくね、練習組んでいただくのがベストになってきます。はい。というわけで今日はですね、前傾姿勢をマスターしようということをテーマにお話をさせていただきました。まあどうしてもですね、トップ選手のような深い前傾姿勢ね、入ってですね、なんとか加速していきたいとね、思われる方が非常に多いかなと思うんですけども、まあ総じて、まあ姿勢がね、崩れてしまっていたりとか、結果的にですね、うまく加速ができずに、トップスピードに乗らないというね、スプリンターね、多く参見します。なので、ね、今日のね、練習の方法ね、参考にですね、皆さんのまずね、レベルに合った前傾姿勢の区間とかですね、このあたりの戦略立ててもらうのがね、面白いかなと思いますので、今日の動画参考にトレーニングやってみてください。それではまたね、皆さんの走りに関する質問、それから動画のリクエストありましたら、コメント欄もしくは LINE の公式アカウントから直接ね、メッセージをいただければ嬉しいです。ではまた。